はようございます、一ノ瀬はじめです。今日の朝ごはんは白飯とからし明太子、いただきます。ちょっと昨日飲みすぎて気持ち悪いけど頑張ります。今日は久しぶりにね、車いじりしたいと思います。はい、今日はねトラックについてるこのドライブレコーダーを外していきたいと思います。はい、取り外し完了です。はい、今日の昼ご飯は先日宅麺で買った雷そばさんのラーメンを作っていきたいと思います。だいぶ凝ってるみたいだね。キャベツ買ってきたよ。ね、美味しそうだよ。なんだ麺がね、これわかる？相当太いよ、この麺。がっつりいきます。はい、母ちゃんが作ってくれました。チャーシューめちゃめちゃでかいね、これ。うまそうだけど、ニンニクの匂い半端ない、うん、それでは、いただきます。どうぞ。それでは、このごっつい太麺いただきます。うん、うまい。さあ、それではチャーシューいってみたい。でかいな、これ。チャーシューいってみます。うん、自宅でこれが食えるならすごいね。うん、よかった。うん、はい、今日はですね、こちらの iPhone とショルダーポット2、そしてこのスマートマイクを使ってちょっと実験をしてみたいと思います。先日ね、名古屋駅の JP タワーに行った時にこのスマートマイクを使って、あの時はこのショルダーポットじゃなくてこういう風に手持ちでやってたんですけど、ちょっとね、手ぶれがすごく気になって、スマートマイクのアプリだからなのか、単純に iPhone7 の手ぶれ性能がそんなもんなのか、ちょっと気になってしまって、このセットで実験してみたいと思います。それでは行ってきます。はい、いかがだったでしょうか。今編集しながら見てて、やっぱりね、 iPhone これね、純正のカメラアプリで撮ったものとスマートマイクのアプリを使って撮ったのとでは手ぶれがかなり違うと思うんですね。これ設定でなんとかなるもんなのかどうなのかっていうのはちょっとわかんないんですけど、今回の検証で明らかに僕の使い方とか設定がおかしくなければ、スマートマイクで撮った方が手ぶれがかなり出てますね。これをどうするかというと、もうジンバル使うしか今んところ手がないんですけど、昨日の動画でもちょっと紹介しましたけど、まあジンバルもね、新しく入手しましたし、それを使って撮影していこうと思います。手ぶれがこれだけで聞くのが一番いいんですけどね。まあ、というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。